はい、今回の動画は Excel で散布図を作成する方法を解説をします。で、この散布図というのがね、どういったものかというと、まあ、2つのデータの相関関係を見たいときにね、作成するグラフになるんですけども、まあ、これはね、まあ、実際にグラフを作成してしまった方がね、どういったものかというのはわかりやすいと思いますんでえ、早速ね、その作成方法を解説をします。 それでは今回はね、この上半期のこの、ね、月間平均気温とこの日照時間、まあ、これのですね相関関係をこのグラフで見てみたいと思いますんで、でこのね元となる表をね選択するんですけども、えー、通常ですね、まあ、折れ線とかこう棒グラフなんかをね、えー、作るときはですね、このグラフの、えー、作る前にこの表の選択がねこういった形で全体を、ね、選択すると思います。まあ、今これで言うと、縦軸にこの項目があって、横軸にこの1月から6月の項目が入ってますけど、まあ、両方をですね、こちら、ね、含めないと、えー、通常の、ね、折れ線とか棒グラフっていうのはうまく。 グラフがでできないと思うんですけども散布図の場合はです、ね、こういった選択のしたか仕方を、ね、してしまうと逆にあの、ねえー、ちゃんと、ね、正常なグラフが作成できなくなります。で、散布図の場合はどういう選択の仕方をするかというと、まあ、今、ね、この表で言うと、ね、今回はの月間平均気温と日照時間の相関関係を見たいので選択としてはこういった形になります。 この上のね、この1月から6月の項目を含めない形で選択するというものになりますんで、この散布図を作成するときはですね、この元となる表の選択の仕方をね、ちょっと注意してもらえるといいかなと思います。はい。それではね、こちらね、表の方を選択した状態で、挿入タブをクリックしてもらって、 で次にグラフグループの中にあるこちらのボタンですね。これマウスを持っていくとこの散布図、えー、またはバブルチャートの挿入点が出てくると思いますので、こちらをクリックしてください,、はい。そうするとこの散布図の中にね、ここもいろんな種類がありますので、この辺をね、あのこの見やすいやつを選んでもらえればいいと思いますけども、まあ、今回一番ね、この標準的なこの散布図っていうやつを選択をします。はい、それでまあグラフの方がね、これで出来上がりますので、えー、ちょっと見やすく大きくします。 はい。まあこういった形ですね。まあこれだとね、このままでもまだ分かりづらいと思いますんで、えー、このグラフの方を選択した状態でデザインタブのこのクイックレイアウトっていうのをクリックしてください。はい。そしたらこの中にいろんなレイアウトが用意されてますんで、まあこの辺はですね、あのご自身が見やすいやつを選んでもらえればいいと思います。まあ今回はこの左上のレイアウト1にしてみましょうかね。 はい。そうするとこういった形でグラフが出来上がりましたということですね。で、まだこれでもね、ちょっとね、グラフの方まだ分かりづらいと思いますね。この軸ラベルのところですね。ここにね、えー、しっかりとこのね、値を入れた方が分かりやすいと思いますんで、まあ、今この例えば下の軸のところ、これはですね、えー、この月間平均気温で、この左側のね、この縦の軸は日照時間なので、まあここのね、ラベルを変えます。なので、 まずは、じゃあ、この下の方のね、ラベルを選択した状態で、数式バーのところに、半角でイコールを入れて、この元の表から持っていきたいと思いますので、この月間平均気温というところをクリックします。これでエンターを押します、はい。そしたら、この下のね、軸が月間平均気温ですよっていうのが入って、同じく縦のところで、イコールを入れて、日照時間ですね。 で、エンターと。はい。そうしたらね、このグラフとしては分かりやすくなったと思います。なんで、この今、下のね、この軸のところが、この月間の平均気温を表していて、縦の軸が日照時間という形で、この2つの相関関係としてはですね、まあ、これはね、平均気温と日照時間で分かりやすいとは思うんですけども、まあ、日照時間が長ければですね、平均気温も上がるのかなっていうね、この相関関係が、このグラフから見えてくるという形でですね、まあ、こういう形でですね、この2つのデータの,この相関関係ですね、これを見たいと言ったときはですね、このね、3分3分ずつ プズですね。こちらをね作ってもらえると、えー、いいかなと思います。それではね今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。